はい、奥の細道スタート地点、随岩寺やってまいりました。杉の木立が美しい伊達なお土産堂。あららららら、あ、なんか素敵、はい、なんすかあの岩ねえ、涼しい感じになりました。一気に霊験が新たかな感じ。ここはいいですよ、夏場。ねえ、あれうなぎだっけ。はい、うなぎ、カバ塚、うなぎ塚、なんて読むんですかね。彫り物じゃない、彫り物、ストーンスタチューみたいな。いいね。あ、いいんですよ、中入ってくださいよ。なんかね、人の入ってないやつを撮ってもなんか僕好きじゃないというか。ほら、旅のブログとかいろいろあるじゃないですか。でもああいうのってなんかこう建物とかね、はい、自然とか、なんかその時食べた食べ物とかだけ撮ってあるブログが多くありますけど、なんかあんまそういうのって僕見てて楽しくないんですよ。そこに人がいて誰と一緒にこれを、この景色を見たのかとか、あのどんなものを食べたのか、どんな感じだったのかっていうやつの方が好きなんで。へえ、随岩寺。禅寺ですか。禅寺。あ、なんか、うん、なんかそんな。あ、はい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 。なので座禅とかもやったりする。なんかね、そう、こうそんな感じですよね。なんか岩をくり抜いたのは。あ、そっか。修行というか宿坊体験というか、なんていうんだろう、よくわからないけど。随岩寺、そうですね、座禅とか。私もやってるんです。座禅？はい、うちの近く、うちのお墓があるお寺がやっぱ随岩寺と同じ系統のお寺なので、日曜日の朝。それそれ、そういう情報、ね、そういう情報。それはただでやらせてもらって。そういう情報、そういう情報。そうです、多分。だからそれは、だからもし旅行者も一緒にね、できると思います。結構バーンって。そうなんです。いてーって。ここのお嬢さん結構そういうの好き。こう結構一生懸命地域のこととかやる、いいじゃないですか。まあそれでこそまあお坊さんだよね。結構面白いお嬢さんなんで。へえ。もうだんだんこう見えてきたじゃないですか。ね。やることとか。いや、そういうのがいいんじゃないの？そう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 。こうだってね。それこそなんだっけ、高野山とかで宿坊体験しに行く旅行者、お、結構いるんですよ。それだって泊まりでお寺さんにとか、お寺さんの周りの宿に泊まるんですけど、一泊二食、まあ、あの座禅体験込みで1万円とか1万何千円とか取ったりとかするから、それでも行くんだよね。あ、やっぱりやりたいんですね。そう。それはただです、多分。お嬢さんに。やったー。ねえ、だからどっか、あとは問題はだからどっかその安く泊まれるような場所があれば、そうですね。うん、そこに泊まりながら、ゆっくりとこの宮城の一日を楽しみ。お酒は何ですか、宮城のお酒は。いっぱい
ありますよ、浦和市とか、うん、あとなんだろう、名前出てこない、でもいっぱいあります。だって僕ね、ちょっとね、ネットで調べたんですよ。浦和市とか、うん、名前が健康市とか、うん、萩の月、萩の月、萩の月それおかしい結構お酒あるんですけど出てこないです、うん、そうだからさ、なんか酒造り歴史館みたいのが青葉城の確か近くにあるってネットで見たような。 あと塩釜ってここの隣のなんですけど、うん、そこだと浦和市ってあって、うん、多分見学できると思うんですよね、お酒の、うん、素晴らしい、うん、で試飲したりなんかして、うん、で買っちゃったりなんかしてね、えると思います、うん、そういうこともとても素晴らしい、日本全国巡りつつ、あの酒蔵に行ってこう、ここの酒がうまいみたいな感じで、ね、そうすると JR の線石線っていうのを使えるので、うん、電車でこう、思います車、ね、なるほどね、なるほどね。またあのね、お寺に興味がある旅行者を連れてきた際には、ね、入館料700円。はい。日本庭園ね。うん。うん、禅ガーデンも結構ね人気なんだよね、うん、夜ライトアップしたりとか。あ、そうなの、はい、へえ、紅葉の季節とかになると、うん、夜もライトアップしたり。なるほど、紅葉ね、紅葉はじゃあちょっと早いんですか。紅葉はいつだろう、でも10月、早いね、うん、10月だったら早いね、ぐらいだったと思う。数珠作るの？を選んで、うん。それはちょっと高いかな、やっぱ3、4000円ぐらいしちゃうと。ああ、やっぱ物がね、うん、どうしてもね。このお家いいな。休むとしたらこの辺で休みますか？なんか飲みながら。飲みながら休ん、休んじゃいますか？ここがね、綺麗なんですね。うん、僕の同期でこうなんか先生、大丈夫ですか？大丈夫です。もう、そう、気もそそろ、そうしましょうか。はい。いいのかな。そうか。多分、あそこ？人も少ないし。うん。そうしましょうか。はい、じゃあ。ねえ、じゃあちょっとゆっくりして。いや、本当に空いてます、この時間で。やったありがたいね、これもご縁ですね。こんにちは。こっちがいいですか？中か、よろしいですか？はい、ありがとうございます。左側のテーブルがいいと思います。あ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。中へ、じゃあよいしょ。いやー、素敵。どうも。断食、 The meaning of 断食 is everybody gathers and eats meal together。へえ、あ、豚敷ね、はあ、いやー、あ、すごい外国語のメニューもある。へえ、ねえ、外国の人も来るんだね。結構来てますね。あ、本当に結構来てます。いや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 、あ、今はね、うん、いやいやいやね、もうだってね、だからあれじゃないですか、ずっとあのー旅行者が来なかったもんで、いいかな、
アメリカ、カナダ、ヨーロッパに行ってたんですよ。そうするとみんなやっぱね心配してくれて、大丈夫か、放射能はっつって、あそっちの方がすごいニュースなんですね、うん、もうヨーロッパなんか特にチェルノブイリが25年前あったでしょう。だからそれですごい心配なんですよね。うん、アメリカ回ってる時はなんか、元アメリカの兵隊さんの人が、俺たちが質問があるんだけど、俺たちがこうなんか例えばその機械とかロボットみたいなのを出すよとかしても、日本の政府はいいよ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 って言ってるのは、あれは何なんだ、あれはこう自分たちでできるのか、それともこう嫌なのか、お前たちだから政府の態度のがっていうのが分からないけど、何なんだあれはっていうふうに聞かれて、あこれって日本人個人個人にも言えるよなーつって、欲しいの欲しくないの、うん、助けが欲しいの、いらないの、なんかすごいちょっとこんな感じのこう、うん、なんて言うんだろう、いらねえよっていう風に見られてる。だからそれを聞いた時意外で、いやそれが日本人のキャラクターなんだよって、分かってあげてね、なんつってそんな話もしたりとか。あなるほどね、言われてみればそう、いいあれになりますよ、うん、やっぱずんだ団子かな、うん、せっかくなので、うん、こういうの珍しいものです。はい、三色団子、先生何してきたの？かき氷。なんかどう？いちごメロンシロップハワイアンブルードンジキ。The name of the jiki is every 40,000 on the Queen's Meal Together。みんなで食べよう。いいですね、どんじき。知らなかったです、私も本当に。マヨニさん。知らないかも。ねえ。いやいや、でもほら。本当に。だからその辺の昔ながらのそういう言葉とか文化っていうのを取り入れつつね、おもてなしに使うっていうのはとっても僕は大事なことなんじゃないかなと。結構知らないかも。で、そのね、さ何気なく、いや、私たちはドンジキっていうカルチャーがあってね、みんなでこういう風に集まって食べることはなんだよ、それがこう、心を豊かにして家庭を温かくするの、なんつってね、うん、You know? ドンジキ Please say again ドンジキみたいな。いいじゃない、だって英語で書いてあるんだもん。うん、そうですね。今、臭いからですね。おしこのチャーハン。やったね。はい。頑張ろう。頑張りましょう。はいはい。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと食べてみようよ、せっかくだから。このずんだ団子と、三色団子。ね、まあ、ゆっくりゆっくりさせてもらうためにちょっとゆっくり。いっぱいいるとね、ちょっとね、こうどうしようどうしようってなっちゃうけど、もう今日はね、特別ということで、うん、結構知らないことが多いかも。さあ、まあ、それもだから、
改めて知ることになるからいいじゃないですか。いや僕もだからやってみて、それまでこう茶道体験なんてやったことがなかったけど、まあそれが一番こう手っ取り早くて安くて一番喜んでくれるから茶道体験に連れてくんですけど、それによってこうね、茶道のこう作法とか、そのフィロソフィーみたいなもの、一期一会とかっていうのをこう実感するようになって、ご注文お決まりでしたら伺います。はい、どうも、はい、ずんだ団子と三色団子一つずつで一つずつ、はい、なんかいっちゃいます。あ、いいですよ。とりあえずはい、品物をお持ちの際にお会計をお願いいたします。はい、了解です。あ、キャッシュオンデリバリーなんだね。品物の会計だそうです。あ、いや、いいっすよ、いいっすよ。よいしょ、じゃあそんな感じで来たら食べてみましょう。すっくんのかな。ティリン。